はい、えー、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。この動画は、弊社の心理統計講座という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。大学での講義の補修や心理学の各種試験の対策やご研究、お仕事などにお役立てください。このシリーズの動画の URL、リンク一覧は本動画の説明欄にございます。えー ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、本日はですね、M プラスっていうことなんですけれども、そうですね、えっ、ー、と、内容的にですね、あの、心理学の各種試験の対策や学部の授業の補修のためには役に立たないですね。えっ、ー、と、出ないです。なので、あの、そういった目的でご覧になっている方は、ちょっと他の動画を、えっ、ー、と、ぜひご覧、あの、ください。 えとまあ、でも、ね、将来的に研究者になりたいとか先生たちと仲良くしたいとかそういう、えー、学生さんとかはですね、あのたちはあの、にはお役立ちあ、お役立っていただけるんじゃないかなとは思います。M+, これソフトウェアの名前なんですね。あの構造方程式モデリング、共分散構造分析っていうふうに言うよりも構造方程式モデリングっていうふうに言った方が適切なんだと思います。えー、の、えー、ためのソフトウェア。 で M プラスっていうものがございます。で、まあ、詳しくはですね、あのこちらのダウンロードページからですね、あのに情報がえっ、ー、と載っているわけなんですけれども、あの近年ね M プラス使われる先生方えっ、ー、と増えています。僕も周りの研究者で使ってる先生いらっしゃいますし、セカンダリーの個別指導講座でもあ M プラス使ってますっていう人あの方お客様いらっしゃったりとかして。ですね